こんにちは、ミク竹田です。今日は横浜市保土ヶ谷区陣ヶ下渓谷公園に来ています。横浜駅から車で10分ぐらいのところにある渓谷だそうで、そんなところに渓谷あったんだという感じで、どんな感じなのかな、渓谷楽しみです。水の坂道って書いてある。駐車場のすぐ横の入り口ではなくて、ちょっと回ってみまして、水の坂道のところから入ってみました。水の坂道降りてきましたら、下にも木があって、でその下にはプレートがあって、手作りふるさと賞っていうレリーフがあります。建設大臣の書だそうで、ふるさとの坂道30選に選ばれたということです。水の坂道を降りてきましたら、陣ヶ下渓谷公園って看板があるので、あ、今の坂道は坂道であって、公園はこっからだったんだっていうことに気がつきました。では公園行きます。入ってきて少し歩いてきたら、道の脇に案内がありました。渓谷と駐車場とトイレはこちら、南口はあちら。なんか木がうそうとしてきて渓谷らしくなってきました。サワラとかもこんな太い。園路には適宜ベンチが設置されてます。さっきは園路に平行で置いてあったのが、今度斜めになってるので、なんでかなと思ってちょっと座ってみました。木がすごい生い茂ってるので、大きな道路の近くで音は聞こえるんですけど、車一見全然見えない感じで、おお、なんかすごい生い茂ってるなっていう感じです。園路が舗装されてこう向こうにカーブしてるんですけど、今日の、まあ、第一目的の渓流はこちらっていうことで、ここからは黒土の道になってます。なんか本線から外れますっていう感じの道になってますね。行ってみましょう。結構急な坂だなと思ったら階段です。そして渓谷の音が聞こえてきて、こう見ると見えてきました。なんか明るい黄緑と黄色で彩られていて、そっとしておいてくださいって書いてあるけど、むしろ目を引いてしまうなって思いました。なんだろうって思うけど、そっとしておいてくださいって書いてあるので、そっとしておきます。渓谷が見えてきて、音も聞こえてきて、降りたら一層近づいて、あーって思ったんですけど、園路はですね、両側が杭と針金で囲まれていてですね、なんかこのまま渓谷には触れ合えないで終わるかもっていう感じで、今ちょっと平行な感じで進んでいます。この後また会えるのか、このままさようならになってしまうのか、どっちだろう。どうやら降りられるようです。なんか門があって、この向こう渓谷になってます。よいしょ、下降り、渓谷に降りてこられました。最初降りてきたら、一見行き止まりって見えたんですけど、通路のこの行き止まりに見える柵の右と左が空いていて、降りられるようになってました。今日は水が少ないからなのかな、結構好きに歩けます。渓谷の両側からこう園路が伸びてて、で近いところでこう降りられるようになってるんですけど、ここはまあその降りて歩いていいところで、であっち側とこっち側と両側に、あのここまでです、ここからは立ち入り禁止ですっていう看板が立ってます。危険だからっていうことと、あとはホタルがいるので、ホタルの住処を守るために歩くのはここまでにしましょうっていうようなことが書いてあります。
あ、なんか渓谷を通り抜ける風が涼やかで気持ちいいです。あちらから降りてきまして、今度こちら登ってみます。よいしょ。公園の案内板があったので確認してみました。西原口ね、あの駐車場を止めて西原口から入りかけたんですけど、後からここに戻るから違う道通ろうかなっていうことで、ちょっと外側から通って水の坂道口から入ったわけです。でこう進んで、こっち側選んでずっと来て、ここもまっすぐ行ってずっと来て、でここで本線はこっちになってますねみたいなことを言って、ここからが土の道だったところですね。でここから降りて渓谷にちょっと平行して歩いて降りて、で渓谷でちょっと渡ったり写真撮ったりして、なんか大きな船が来たみたいな感じになってますけどよその土地の端っこなんでしょうね。なんかドーンととんがった壁がそびえていますさっき案内板のですね、右側の方にこの公園の中にはいろんな仕掛けがあるから探してみてねだったか、楽しんでくださいねだったか書いてあったんですけど、そこに行くまでは見つけられなかったので、ね、あのはてどこにあるんだろうと思ったら、今初めて見つけました。深い森の話。この辺りでは人が全く手を加えないと常緑の広葉樹の森に変わっていきます。昼でも薄暗くジメジメしていますが、人が増える前はどこもそういう森でした。また見つけました。裏側の話。裏側の話。ヒノキによく似たサワラという木があります。遠目では区別がつきませんが、葉を裏返すと白い部分があり、ヒノキは Y、 サワラは X に見えます。今すぐ確認しようと思ってもちょっと木が伸びすぎていて、生きた葉っぱは今落ちていないので今すぐは確認できないです。気になったつもりなんで、ただ目つぶってつもりでもいいんですけど、やっぱり、せっかくなので枝代わりに手を伸ばしてこの木になったつもり。また面白いインフォメーションがありました。ざらつく話。ケヤキ、ムクノキ、エノキはどれも葉を触るとザラザラとしています。みんなニレ科というグループに属します。ただやっぱりこの木が背が高くて、あのザラザラしてるか確かめられないんですよね、その場では。猫発見。なんかかっこいいね、寝方が。私の日陰です陣ヶ下渓谷公園、回ってみました。本当にね、横浜の中心地のすぐ横にあるっていうのがちょっとびっくりするぐらい、ちゃんと山深いところっていうか、緑深いところは緑深くて、渓谷もちゃんと渓谷でホタルもいるっていうところなので、しっかり、あ、本当だ渓谷だとかね、川遊びも楽しめるゾーンがちゃんとねある程度あって、なかなか意外性もあって面白かったです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。みーくん探検隊では神奈川県内の公園や散策路、山などを歩いて楽しんでいます。チャンネル登録をお願いします。また見てくださいね。バイバイ。